愛知県と岐阜県で11月に開催される FIA 世界ラリー選手権フォーラム8ラリージャパン2023。イベントでは実行委員会の会長、豊田市の太田俊彦市長が大会コンセプトを発表。また長久手市出身のドライバー勝田紀彦選手が去年の大会で3位となった息子の高本選手について報告しました。レースは山間部だけではなく、トヨタスタジアムにも特設コースが設けられます。身近で見ることのできる何か工夫をしようというところからやってみようと。また民放5局の女性アナウンサーも応援に駆けつけ、 CBC テレビの斉藤初音アナウンサーも大会を PR しました。大会は11月16日から行われます。